本一周の旅14日目、2017年4月の23日です。今現在リア凸人数は24名です。1万人目指して頑張りまーす。はい、ワード2。ミュールいらっしゃい。どうもー。頑張ってリア凸増やしていきたいと思います。天気いいね、今日は。ぐっすり寝ました。五色沼もね、なんだっけ、鶴ヶ城も見れてよかったよ。本当に。結構いい映像だったよね。かぐらちゃんいらっしゃい。郡山です。福島県の郡山駅です。今からね、ヒカルくんのリスナーさんのね、ワイルドクソじじいさんのお店でまた整体行こうと思ってます。で夜カッシーニと絡もうと思ってるんだけど、カッシーニとちょっと連絡取れないんで、連絡待ちたいと思います。もし郡山付近に住んでいて、リア凸できる人はぜひリア凸してください。ミスケさんこんばんは。すごい良かったよ、鶴ヶ城と。最高だったよ。五色沼、やばかったね。日本にもやっぱり、すごいところがあるね。生で見ないとあれは伝わらないと思う。あれは日本人なら必ず行くべきだよ。このまま北海道の方を目指していきましょう。多分次は仙台になると思います。はい、ワドツ、いらっしゃい。はい、チーズハンバーグいらっしゃい。今、郡山駅前です。まあ、リア凸少しでも増えればいいなと思って、郡山駅前でリア凸町やります。よろしくお願いします。福島行ったことあるけど、阿武隈道しか行ったことない。阿武隈道はね、ちょっと距離的に諦めようかなと思って、今回は。うん、また来てね、チーズハンバーグ。阿武隈、また今度行くよ。阿武隈は電波ないらしいんだよね。1時間6時ぐらいに、その、ワイルドクソじいさんっていう、そのリスナーさんの、整体のお店に行こうと思ってるんで、体ほぐしに。それまで、リア凸町やります。北海道に早く行きたいね。北海道リスナーさん多いから。死ぬまで行きたいところの候補選び？いいね、いいね。そういうのいいね。参考にしてください、ぜひ旅の。みーすけさん。逆に、みーすけさんが行ってみたい興味があるところ行くよ。言ってくれれば。ここ行ってほしいっていう風に言ってもらえれば行くから。リクエスト全然してくださいね。ねえ、ピックアップしといて。花火ありがとう。ダーン。花火ありがとう。サンキュー。ご支援ありがとうございます。徳明さん花火ありがとう。
首が痛いな。来月に並んだ花火打ち上げられない。全然いいよ、全然いいよ。風船50個ありがとう。ゆうすけさんはどつ？今、郡山ステーションの前ですよ。郡山ステーション。郡山の前です。福島最大の都市ですね。郡山っなんか飲み物でも飲むか。郡山の駅の中行ってみようか。高橋由伸さんいらっしゃい。駅中見てみようか、ちょっと。あと仙台行ったら服買おう。ちょっと寒い。仙台行ったら服買います。いやもう日焼け十分してるよ。日焼けもう黒くなってるよ、俺。結構黒くなってる。自分でびっくりしたもん。駅の中なんかあるかな？何の思う？何でしょう？2回行ってみようか。今日少ないね、リスナーさんの数。今アクティブ50だから本当はもっといるけどね。200人ぐらい常にいるんだけど、今日は少ないっすね。通知来てた？通知来てた？みんな通知来た。忙しいのかな。今日日曜日。あんまいい匂いすんな。なんだろう。すげえ甘いい匂いがする。どこだろう。ポップコーンだなこれ。通知来た？ワダツー、トシヤいらっしゃい。トイレでメガネ洗うわ。曇って見えない。トイレ行こう。和光ここにもあるんだね。新宿にもある。メガネ洗いにトイレ行きます。有名人じゃないよ。もっともっと有名になりたいよ。ねえ、いろんな人が振り返るぐらいの人になりたいね。ちょっとトイレ行くんで一回切りますね、映像。
トイレ洗剤なかったわ。芸能人ぶってないよ、全然。山主は芸能人じゃないからね、素人だからね。はい、一応ワード2お土産館行ってみようかな。お土産はいいか。結局メガネ洗えなかったわ。駅前の方行こうかな。福島ですよ。郡山です。郡山駅です。リアドツ町1万人の旅をやってます。そうなんだよね、鼻炎でさ、子供の頃からコンプレックスなんだよね、鼻水がずっと止まんないの。福島市、もしリアドツしていただけるんなら行きたいですね。いや、リアドツ社がいれば、絶対リアドツするっていう人がいれば向かいますけど、需要のあるところに行きます。あー、鼻が止まんねえ。サイン全然書いてるよ、何回も。サイン全然書いてますよ。亀尾さん、ワードツー。ファンの人は欲しいんだよ、サインが。ファンじゃない人はいらないけどね。いい顔になってきた。本当に？そっか、顔つきも変わってきたかな。旅人っぽくなってきました。郡山希望、そうですね、郡山何人か会いましたね。郡山何人か会いました。はい。
顔してる？ありがとう。1時頃いたんだ、マジだ。もったいないことしたね。うん。郡山風俗有名なんだ。これ風俗行かないからわかんないわ。郡山栄えてるね、だいぶね。もったいなかったね。ねえ、惜しかったね。こんにちは、ブーハーさんいらっしゃい。どうも。旅配信思ってたよりもハードだったね。ああ、ドンキにいたんだ。近いね。歩いてすぐだもんね。マジか。福島だと車でどれくらいかかんだ？こっから。結構かかるよね。結構遠い。ありがとうございます。バーガープレゼントありがとう、ネオさん。アイテムご支援ありがとうございます。アシンメトリーですね。40分くらい結構遠いね。あ、ありがとう、タンさん、タンヒロさん。もしよかったらフォローお願いします。ありがとうございます。日本全国旅してるんで。リアトツの旅です。リアトツ1万人の旅。今現在14日で26名です。ありがとう、カメオさん。嬉しいっす。ありがとう。もしよかったら、5月の21日に誕生日オフ会やるんで、20日になるか5月の20になるか5月の21日になるかわかんないですけど、リスナーさんみんなで集まって、オフ会やるんで来てください。スイスイ、あ、そうだよね。旅の調子、ささみさんハートありがとう。いい感じですよ。思ってたよりハードだね、やっぱり。体が休まんないし。うん。バッテリーをもっとふんだんに買い込んでおかないといけなかった。放送がどうしても限られちゃうから。そうっすね。北海道を目指していこうと思ってます。な、次は宮城。あ、来る？リアトツ。俺ももう30だもんな。31か、今。で、次32だから。そりゃ老けるよな。年取ったよな。オッケーオッケー。カメオさんに会えるの楽しみにしてるよ。ゆいこさんとか猫王さんとかも来てくれると嬉しいなと思ってるけど。若いかな？なんか顔のシワとかが増えてきたよね。たくみさんワード2。ジュース買います。何飲もうかな。青森津軽リンゴっていうの飲んでみる。これ青森津軽リンゴ、これは地方限定じゃないかな。津軽リンゴ行く？
岡も行けますよ。日本全国旅してるんで。ぜひ、皆さんにお会いできるの楽しみにしてます。津軽りんご行ってみようか。せっかくだからご当地。う！信州蕎麦茶だって、蕎麦茶大好きなんだよ。超うまいんだよ、蕎麦茶。これにしようか。信州蕎麦茶。どっちがいいかな？青森と。蕎麦茶好きなんだよな。蕎麦茶にしようかな。ご当地。蕎麦茶にしよう。蕎麦茶。うん。蕎麦茶買いました。マークXさんいらっしゃい。いただきます。KP。信州蕎麦茶。蕎麦の実 100%。いただきます。KP。これ飲もう。いいね。蕎麦茶がペットボトルで飲めるっていいな。携帯電話ぶっ壊れちゃったよ。イヤホンジャックしか音出なくなっちゃった。ちょピンチだよ。イヤホン、なんか多分ね、のんたんが雪の中に携帯落とした時にぶっ壊れたっぽい。風強えな、福島。風が強い。行きます。あ、美味しい。バカ10個プレゼントありがとう。ありがとう。あ！指輪がない。え？指輪がない。ちょっと待って。やばい。指輪がない。え、やばい。ラブホか？え、指輪ない。どこだ？やばい。ちょっとごめん、指輪探すわ。風気をつけます。あれ、昨日指輪してたっけ。フグちゃんと会ってた。指輪なくした。指輪ねえな。いや、やばいやばい。指輪がない。あれ、昨日のホテルかな。どうしよう。指輪がねえよ。え、昨日つけてた俺。フグちゃんの前の日はどこいたんだっけ。はいはい。あ、ごめんなさい、ちょっと急いでるんで申し訳ない。ちょっとごめんね、指輪探しに行くわ。
一旦放送切るよ。お疲れ様。満喫に指輪探していくわ。お疲れ。あったあった。あった。よかったよ。すぐ戻ってよかったね。すぐ気づいてよかったわ。ご迷惑おかけしました。ありました。ありました。指輪よかったよ。ていうか今リアト、今ツイッターにリスナーさんからメール来て写真撮られたあのお茶買ってるところ。リアトしてくれればいいのにね。ツイッターで写真送られてきて DM で。ねえ。あの、俺の写真送られてきたんだけど、それリアトスカウントにできないから。残念ですね。近くにいるんだよ、リスナーさんが。ほら、リスナーさんから写真送られてきた。リスナーさんから、これさっきだよね。自販機でお茶かリンゴ買おうかって迷ってるところの写真送られてきたんだけど。リアトツはしたくないのかな？リアトツ1万人の旅だからさ、リアトツしてもらわないとカウントにならない。残念だな。近くにいるならね、一声かけてもらえたら、盗撮だよね、完全にね。わかったでしょ？そこそこ有名だし、そこそこ盗撮されるっていうのわかったでしょ？俺嘘ついてないのわかったでしょ、これで。こうやって送られてくんだよ、スネークが。リアドしてもらいたかったなぁ。シャイなのかね。送られてきたよ、リスネ。たった今リアルタイムで送られてきた、ほら。これ完全に俺じゃん。赤いスニーカーに真っ黒にリュック背負って。自販機の前で。さっきの映像でしょ。残念なぁ。ほら。結構引き、遠目で。撮られてるよ。リアドしてほしかったなぁ。残念だね。これはあの不正行為なしなんでカウント外です。カウント外ですね。ね、これノーカウント。はい、ワト2みんな。ねえ、せっかく近くにいるならね、一緒に一回しか会えないかもしんないから挨拶したかったけど。はい、ワード2みんな。はい、ワード2。郡山にいるのあと2日ぐらいかな。もうすぐいなくなるね。郡山はもう移動しちゃいますね。今日明日ぐらい。明日には宮城いるんじゃないかな。みんなワド2、おはよう。残念だな。火曜日まで。火曜日、火曜日会えるんだったら待ってますよ。火曜日までいないかな。うん。郡山ではもうリアドツなさそうだから、多分移動しちゃってますね。宮城の方行っちゃいます。あ、そうだ、ステッカー1枚売れたんだ。
そうだ。後で記入しないと。ステッカー、東京戻ったら旅用のステッカーもう一枚増やすんで。クマがすごいな。アンチコメ、あなたのうさばらしをするための道具じゃねえからな、俺は。寝れてますよ。すごいぐっすり寝たけど。でも、疲れが溜まってるね。今から整体行くけど。ねえ、せっかく近くまでいるならリアドしてくれればいいのにね。今、5分前、そこの自販機でジュース買った時に、写真送られてきたよ、リスナーさんから。いや、あかんっていうか、気持ちは良くないよね。何もしてないのに叩かれるっていうのは。おう、カズ、ワトツー。グロー、アイコスみたいなタバコ？へぇ。ね、地方限定のタバコなの？あとで飯食おう。もう焼けてきたね、だいぶ。肌黒くなってきたよね。あと20分で駅移動します。ちょっと肌寒いな。宮城って言ったら仙台じゃないの？うん、全然なんか観光スポットとか見たい、なんか、ねえ、ローカルスポットとかあったら行くけど。バタフライテールはどつ？いらっしゃい。いいとこあったら行くよ。携帯が壊れたのが痛いなぁ。ゆうさんはどつ？蕎麦がうまかったなぁ。会津の蕎麦が。大根の絞り汁に麺つゆで溶かして食う蕎麦だったんだけど、すげぇうまかった。携帯壊れた。北海道行ったらリスナーさんが携帯プレゼントしてくれるって、使ってないやつ。iPhone あげるよって言われてるから、そこは問題ないんだけど、北海道に行くまでに配信できなくならないかちょっと不安だね。携帯のデザリングでやってるから、画面バッキバキだしさ、内臓剥き出したのよ、俺の携帯。こんな感じ？この辺内臓剥き出しだし、バッキバキだから、もうインカメで撮っても、光が乱反射しちゃうんだよね。ここ内臓見えてるし。うん、15分ぐらい、了解でーす。そばめちゃめちゃうまかった。天ぷらがね、なんつったっけ、吹きの塔と、あと揚げま、天ぷらまんじゅうがすっげーうまい。天ぷらまんじゅう4個食ったら笑われたもん、店員さんに。
なんか天ぷらそばにも天ぷらまんじゅうついてて、単品でもう一個頼んだ俺まんじゅう好きだから。で、食ったら、もう二つくださいって言ったら、えって。店員さん笑ってて、四つ食って。使ってないのあったら、もらえると嬉しいね。売ったりしないんだったら。いただけると嬉しいっす。郡山はあともう少しですね。吹きの塔の天ぷらめちゃめちゃ、あ、そうだよ、この人だよ、ソウルトラインさん、リア突してよ、なんでよ、この人から送られてきたの、さっき自販機で。ソウルトラインさん、なんでリア突してくんなかったの。リア突してウッスじゃないよ、あれノーカウントだよ。全然声とかも映さなくていいから、顔も映さないよ。1万人に1人になってよ。この人、この人、写真送ってきてくれた人。ねえ、いい景色。いや、わらわらじゃないよ。俺、リア突1万人の旅頑張ってんのに、スネークされて盗撮されたんだよ、あそこで。それ、ノーカウントだから。ノーカンでしょ、絶対。ツイッターでなんか DM で、なんか送られてきたんだよ。わらわらじゃねえよ。アンチでしょ。俺。ほら。ほら。これ5分ぐらい前の写真送られてきたんだよ。これアンチでしょ、これ完全に。近くにいるけどリアとしないよアピールでしょ。超ショックなんだけど。うっすじゃねえわ。ちょっと一声かけてよ。悲しいぜ。こんな近くにいんのに。ウケるよね。そう。完全に写真撮られてんの。ほら。完全に写真撮られたかんね。おばばはリスナーさんじゃないから、一応リスナーさんと、あと、その、配信者。で、本人が嫌だって言ってんのに、俺が無理やりリアとしても意味ないから。だから、こういうのは脳幹にしてますね。脳幹にしてます。だから、これは脳カウントっすね。残念だけど。普通の一般人に絡んでいいんだったら、ゆるゲーになっちゃうから。みんなが見たいのは、前代未聞のやつでしょ。前代未聞の、伝説を残さないといけないから。アイカ風船5個ありがとう。ジジイはカウント入ってますよ。ジジイさんのカウントは入れてます。26人の中に入ってます。ありがとう、ミホゴ。風邪ひかないように気をつけるね。ジジイ来る前にタバコ一本吸おう。アイフアリンはどつ？完全にアンチでしょ。完全にこんな近くにいるのにカウント増やしてくれないのはアンチでしょ。猫はどつ？うっすだけでいなくなっちゃったんや。完全に盗撮されただけだったかんね。灰皿、店の外にあったらいいんじゃないですか。あの、スタンド型のやつ。なんか、それでいいと思いますよ。タバコ吸う人は絶対いるはずなんで。痩せたかな？そうかな？痩せた？髪型が板についてきた。これかっこいいよね、この髪型。結構気に入ってる。
ヒカルくんの専属の美容師さんうまいね。上手だよ。混んでます。あ、了解です、了解です。大丈夫です。充電まだあるんで。顔がシュッとしてきた。まあね、でもね、体重増えてた。78キロになってた。体重は増えてたね。ラブホテルで測ったらびっくりしたもん。あ、体重増えちゃってると思って。はい、ワード2、見える、いらっしゃい。いらっしゃい。楽しんでって。体重増えてたね。もう少し絞らないと。筋肉の量が増えたからかもしれないけど。ガタイは良くなってるんだけどね。結構飯食ってるから。監視業なの。監視業なの。はい。おかえ、行ってらっしゃ、行ってら。指輪あったよ。指輪あった。痩せように見える。体が絞れて筋肉増えたからじゃないかな。わかんないけど。どうだろうね。まあ、捨て頃の時にまた染めようかなと思ってるけど。捨て頃の時。この髪は結構気に入ってるね。筋肉の重さかな。でも、脂肪はすごい太ってるよ、やっぱり。デブだよ。デブはデブ。顔があんま太らないんだよね。アーケード前、オッケーです。アーケード、ガイアの近く。パチンコガイアの前ですね。快活クラブとかあるところでいいっすか？了解っす。夕飯ロムオッケー。こうか。やっぱ赤だったね。赤、黒、白。リスナーさんに青がいいんじゃないって、ヒカルくんに言われたんだけど。リスナーさんに赤だろって。了解です。ワイルドクソジジイのお店で体ほぐしてくるわ。すげえうまかったからもう一回通いたいと思って。わざわざ写真撮って家に帰るってもう完全にファンチでしょ。アンチじゃなくてファンチでしょ。リア凸はカウントに入れてくんなかったね。まあまあバランスは変わってると思うけど、筋力は絶対上がってるとは思う。ただ脂肪が、やっぱ体重は絞りたいかな。テルチャンピンがフットワーク軽いから、スピードあるからね、あいつ。スピードに振り回したら終わりだから、振り回されたら。そこはやっぱり気をつけないとね。ここで待ってようか。30分以内？俺移動するって今から。エナタヌタイミング悪いな。エナタヌ、俺今移動する車で、リスナーさんの。エナタヌ今日コラボする？カッシーに連絡取れないんだよね。30分以内、俺今から1時間半ぐらい整体のトレーニング、整体のトレーニングじゃない、整体受けるから、リスナーさんのお店で。郡山懐かしい。タイミング合わねえな。夜は？夜。整体終わった後。あっちゃーだよね。夜コラボ？待ってる？夜コラボしない？郡山に戻ってくるから、3時間ぐらい経ったら。多分ね、夜8時か9時か。その時コラボしようよ。今郡山いんの？マジで？会いたいね。コラボしたいよね。ねえ、そうしよう。後で連絡入れるよ。申し訳ない、待たせちゃって。
ワンセク、あー、お願いします。いや、俺、早い蹴り。あー、ありがとうございます。あの、格闘技の蹴り方、緑健二さん教えてくれたのワイルド G なんですよ。インロー。左のインローと。股関節柔らかくしないと、もうガッチガチなの。あの、普段から硬いのにね、なんか最近もっと硬くなってて、多分ね、この10キロの荷物背負って歩いてるからなんだよ。すげえ硬くなってる。体すごいリフレッシュできるからさ。あ、ウォーキングしてたんだ。歩いて結構かかんじゃないの？配信機材持ってんのかな、あなたの。あれだね、運動してるから肩の凝りはなくなった。ひどい肩こり持ってたんだけど、あ、血行良くなってるからかね、肩の凝りはなくなって、そこに足腰が痛いね。持ってる？オッケーオッケー。どこだ？ワドーって聞こえたな。え？どっから聞こえた？今ワドーって聞こえなかった。なんかどっかでワドーって叫んでなかった。え？どこだ？なんだ、アンチか。今完全にワドーって聞こえたよな。アンチいるな、この辺に。おっさんの声でワドーって聞こえたな。アンチいるぞ、この辺に。そうっすね、近づけないローキック覚えたいっすね。なんでリアドしてくんねんだろ。アンチ多いな、郡山。完全に今、ワドーっておっさんの声で遠くから叫ばれたんだけど。さっきそこ歩いてた。かたくなにリア突はしないんだろ。見られてるね。監視されてるね。上の方から聞こえたんだよな。どこいんだ？怖えな。完全に監視されてるわ。リアル監視業で。横顔イケメン？あ、店、あ、ラジオ配信全然できますよ。僕、これができるんで。こんな感じにできますよ。全然配信切るも、ラジオ配信も OK ですよ。全然対応できます、僕は。全然対応できます。お店配信ダメだと思ってたんで、配信切ろうと思ってたんですけど、配信可能なんすか？リアド釣りを取るの？取らないよ。無料無料。そんな取るわけないじゃん。リアド釣りをってなんだよ。リアド釣りをじゃなくて、あくまで、その1000円支援してくれた方は、ステッカーをプレゼントして、その写真撮ったりとか、ツーショットはいくらでも対応するよっていう感じにしてる。ただそれだけだよ。うん。いや、料金は取らない。あ、了解でーす。じゃ、着いたら、この画面に切り替えよう。お、200名近く集まってきた。いらっしゃい、リスナーさん。楽しんでってください。日本全国旅してます。にゃー、公演プレゼントありがとう。ありがとう。うん。ワイルドクソじじいさんめっちゃいい人だよ。信号待ち、了解でーす。了解でーす。もうちょいで着く。今、この、カラオケビッグエコーの前にいます。どこだろう。
来ないな。どれだろう。本当に来るの？ん？本当に来るってどういうこと？ああ、いや、ワイルドクソじいさんのお店は一回行ってるし、もう二三回っていうか二回くらいあったのかな？全然信用できるリスナーさんだよ。ていうかもうリアドスカウント入ってるから、これはカウントされないよ。ワイルドクソじいさんは。あ、着いたかな？よし。じゃあ、ラジオ配信に切り替えまーす。お願いしまーす。失礼します。お邪魔します。よいしょ。今日ってお休みでした？いや、あの、明日から。明日からオープンですか？すみません。あの、ひっそりやってるんで。ひっそり大丈夫。はい。はい。あれからバッキバキですか？なんでそうなったんですか？ちょっとですね。はい。関東に行ってですね。はい。やっちゃいましたよ。群馬、伊香保かなんか行ったんですかな。はい。伊香保温泉ですよね。温泉で。はい。あの、なんかあの、ワーゲンが泊まってコーヒー飲めるところがあって、そこで喋ってて。はい。黒さん大きいですかって言われて、こう、はい、でやろうとしたら、チンポッポッ。いやっすね。ちょっとあの、はい。たるに内緒で、はい。早い蹴りをしますか？早い蹴り、あ、ぜひぜひ。僕でも、ヒカル君と対戦するわけじゃないんで。いや、あの、あいつにプレッシャーを与えるんですよ。あー、なるほど。ワールドさん、あんなことできてたのか。あ、配信つけたんですか今。あ、今ついてますよ。切ります？あ、大丈夫です。大丈夫ですか？いやー、緑健二さん、やばいっすね。やばい。あれ、あれっすか？あの、40人組でも見たんですよ。うん。あれは、なんですか？何の儀式なんですか？あの、40人組で。いや、なんでもそうですけど、本当は100人組でとか、はい、1000人組でとかっていろいろあるんですけど、ね。え、1000人もやるっすか？やる人いますよ。宮崎っていうのがいたから。やっぱ。ヒロヒロになってやってるですよね。100人組って誰の見たことあったかな。昔見たことあったんですけど、いろんな人いますよ。やばいっすよね。護身系で早いあの攻撃を、はい、あのしたいんであれば、あの、はい、この間言ったあの中達也っていうやつ。中達也さん、はい、なかなか難しいっすよね。あれは難しいっす。見えないっすよね。いや、五色沼行ったんですけど最高でした。あと、鶴ヶ城、はい。はい。一人で行ってきたんですか？いや、あの、ふぐちゃんっていう配信者、ニコ生系の配信者が、いらっしゃって。で、ふぐちゃんに案内していただきました。しかも、あの、桜満開でした、本当に。ああ、じゃあそうですね。ですね。人が多くて。多分、ふわっちに俺のアンチいますから、一人。マジですか？まあ、言わないですけど。はいはい。俺のこと聞いてきたら、はい、あの、言わないでください。了解です。俺ね、切れちゃうとどうになるか分かんないから。勝ち込みに。それもやりそうなんですよ。ほうほうほう。あー、特定して。ね、めんどくさいですね。もう、そうなっちゃうともう、こう、欲しくなっちゃうんで、俺。そうっすね。言ったんですけどね、あんまりやれんときは警察に行ってやろうかなと思って。まあでもなかなか対応してくんないですからね、警察も。この間したんですよ、でも。あ、本当ですか？はい。で、ある程度、こう、はい、そのことを、はい、あの、受理してくれて、はいはい。で、次、もしそういうのが、いたずらが多かった場合は、言ってくださいと。おー。対応してくれましたね。いいっすね。でも、まあ、営業ちゃんとやってたら、営業妨害でいけますからね。そうです。いや、でも、はい。福島のリスナー、それで潰されてますからね。へぇー。一人。何があったんですか？まあちょっと、ここだけでっかい話は言えないですけど、はい、そういう商売やってる中でそれやられて、はい、ここで、ボツになっちゃって。へぇー。だから、ずっとやってるやつだからね、逆にかばってると、そいつの絵面になっちゃうからの、全く構わないで、そうですね、逃げてるって言われてようがなんだろうが関係ない。するが一番です。
そいつらあいつら稼いでるって思うと嫌だから、ね、構わないですよ、うん、最初は構って、はい、ガッって言ったんですよ、はい、そしたら閲覧がガッと増えたんで、はい、こいつに閲覧が行くって思うとなんか嫌だなってもったいないなと思って。そうなんですよね、結局売名の手伝いになっちゃうんですよね。だからその後も配信とかも一切やって、俺もやめましたよ配信ですね。そういう文化がなければ本当に企業の人とかもスポンサーとかつきやすくてビジネス展開できるのに、どうしても炎上文化ですからね生放送は。企業のスポンサーつきづらいですよ。ついてくればまた違うですね。だから YouTube とか羨ましいですよね、なんか大手企業とか、はい、宣伝するだけでお金入ってきますからね、あれテレビもらえたりとか。でもですもんね、うん、機材とかも全部そうですね提供してくれるから、ありがたいですよね。ワイルドクソジジイさん声めっちゃワイルドって超いい人だよクソジジイさん。おばは悪い人だもんね。おばは悪い人だから超悪い人だ。極悪なんですか。まあここだけの中で言うと、はい、いい人ではないですよね。悪い人ですか。悪い人です。ああそうなんですか。はい、悪い人だったんだ。ああ悪い人です。悪い人です。お金を稼ぎたいんで。ああ悪い人です。なるほど。まあいい人やってるとお金稼げないんでね。めちゃめちゃあれじゃないですか。でもマッサージは。いい仕事だと思いますけど。なかなかいないですよね、はい、コリアも安いっすね。他でも見たんですよ、そのマッサージ行こうかなと思ったら、1時間3000円とか3500円とか4000円とか。まあ、あの、はい、教えてくれた人間のところが安いんですけど、はい、それより下でやっちゃダメなんですよ。ああそうですね。そうなんですよ。だからそれがあって高い金額なんですけど、うん、はい、あの知り合いとか関係なしに安くしちゃいますよ。なるほどなるほど、はい。東京とかバカみたいに高いですもん、新宿とか。1時間5000円とかされるんですか。いやいや、5000円じゃ効かないです。あ、そうですか。1時間8000円とかしますよ、本当に。なんか入会金だなんだかんだ、まあ、建物なんですか。そうっすね、土地代がバカみたいに安くはやれないですよね。ですよね。だから今、あの、はい、あの柔道整復師とか持ってる人たちが、はい、あの整骨院開いて、はい、ちょっとだけマッサージする形にして、はい、電気で、で保険使わせるじゃないですか。ですよね。一人につき結構いい金額が入ってくるんですよ。まあ、今僕たちがやってるぐらいの利益が一人に入ってくるわけですよ、はい、でかいですね。でお客さんは、はい、あの500円しかかかってないとか600円しかかかってないっていう、はい、メリットがあるわけですよ。成田はそんな感じでしたね。あのなんかチェック項目作ってて、なんかスポーツで壊されましたとか、スポーツやってますって聞いてくるんですよ。で、まあテニスとかやったことありますって言ったら、ああじゃあテニスで壊れたんですねこれとか言ってすげえ無理くりだな。ぐらい直すっつ、はい、仕事じゃないんで。そうですよね。和らげるだけだから、はい。名前言ってるだけで多分アンチ湧いてきたら多分出てきます、ね、ですね、多分。絶対、あ、本当ですか。絶対名前出さないです。ダメなんですよ、本気になっちゃうから。あ、わかりますわかります、うん、僕も最初の頃もうずっとイライラしてました。今それを今度は、はい、あのやらなくなってからは、はい、ストレス溜まったりして。そうですね、見たりはするけども、前みたいにこう、はい、配信しなくなりましたよ。怖い。実業持ってる人は絶対やらない方がいいと思います。怖い。あの生放送やるのは、何も持ってないやつの最後のカウンターだと思ってるんで、僕は。はい。ニートとかやるぐらいだったら、なんかやってた方がいいんじゃないとは思いますけど。まあそうですよね。うん、
俺ニートだったらやってますね。そうですよね。キチガイやりますね。こんな真面目に喋んないですよ、僕は。まず、僕はなんて言わないですからね。皮かぶってますから、僕。僕も三大成人病で、あの単焦方形早漏っていう病を抱えてます、ね。ああ、それ、ちょっと重病ですね。15、はい、重症です。それだけは保険効かないですからね。保険効かないですね。富士の病ですからね。富士の病ですね。手術しないと治んないって。ああ、なんか、はい、この間の配信見てたらなんかパチンコで買っちゃったな。はいはいはい。3日連続。はい。郡山、負けなしですね。俺も今日それを聞いて、はい、ちょっと行きたいなと思ったら、 N1 のあれ、北斗の拳やばいっすよ、本当に。本当ですか？やばいっす。あ、店でかいからきついですよね、やっぱり。あ、もう本当に人がいないとこ行くの好きなんですよ、俺。あ、わかります。いいっすよね、まったり。もう誰もいないみたいな、はい、1人、2人しかいないっていう、はい、そういうパチンコ店に今日行ってきたんですよ。勝ちました。1000円で、あの、はい、モンキーターン3で、はい、22,000円。おお、すごい。まさか入るかも、まあ、初めてやってみたんですけどね。面白いですよね、知らない台打つの。もう130ぐらい回してやめて帰ってきます。ああ、郡山、福島の郡山だよ。他にあんのかな、郡山って。ああ、あります、あの奈良だかそっちの。ああ、そうですよ、福島です、ゆういちさん。なかなか品だからって言ってたら、結構郡山って多いんですよね。おぉ、郡山、あとなんだっけ、よくあるの、ここにでもある地名。うん、なんか食べたんですか？いや、起きて、夕方ぐらい起きて、あのドレさんとベンジョ太郎さんスパーリングやってたんですよ。あれ見てて、で、まあちょっと外配信しようかなと思って。あそこ高いんですか、あれ。え？こないだ泊まってたホテル。ホテル8,000円でしたね。へえ、そんな安いんだ、あんな広くて。いやー、びっくりしました。車でちょっと走りましたけど。郡山市内で。市内なのかな、どうなんだろう、あの、なんだ、どっちの方行ったっけな、あの、なんか、湖だか池だかがあるところの方ですね。湖って言ったら稲川市横。いや、なんか小さい池みたいな。なんだろう、なんて言えばいいんだろう、土地勘がないんで、なんか Google で勝手にやったんで。はい。はい、こんばんは、いらっしゃい。出会いどんな感じだったんですか？便所太郎が連れてきたんですよ。あ、もともと便所太郎を見てたんですか、うん、掃除人さん。そう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 。あ、なんかね、はい、あのガチ囲いみたいに言われてで、はい、なんかこう、はい、あいつホモなんだみたいなこと言われてさなんか花火を上げてたんだよね。はいはいはい、はい、あの知名度上げなくちゃいけないって言って、はい、花火上げてたらあいつホモだからみたいに言われて、はい、それで花火とか上げなくなった。泣いちゃいますよね。泣いる。
桃だったらもっとかっこいいの選ぶわ。なんで便所太郎選ぶの。そうですよね。便所さんでも痩せてる時イケメンじゃなかったですか。最近太ったけど、キリッとしてますね。そうかな、うん、普通。僕にもゲイの配信者の友達がいて、チャビーとかですか、ロハコさんっていう、ロハコさん、もうリスナーを食い散らかしてますよ。え、もうだってこの配信始めてから1年で1年半ぐらい25人食べたって言ってました。やりたい放題ですよ。それはゲイがいるっていう、そうですだからゲイがゲイを呼ぶんですよ。発展場とかしてるんですよ、ロハさんの家が。いや、すげえなと思って。勘弁してくださいよ。もうやばいっすよね。俺はい、バカにしたいとかそういうことはしないですよ。はいはい、はい。でも俺に、はい、くっついてきたら俺は全力で蹴ります。まあそうっすね。まあそうっすね。俺絶対バカにはしないですよ。はい。喋ります、普通に。はいはいはい。迫ってきたらローキーから。そうっすね。ロハコさんそれ分かってんのか、僕には手出そうとしてこないっすもん。あ、絶対手出してこないです。ただ好きあればあれですよ、しっちゃかめっちゃか手出してきますよ。絶対やだ。すごいよな。ドレさんがこうやってる姿がこうやってる。はいはいはい。ムキムキの。いや、実際ガタイやばいっすよ、ドレさんは。あー、人数すごいっすもんね。すごいっすね。しかも早いんすよ。なんかこう、テクニカルっすね。ね、フェザー級ぐらいの速さらしいっすね。これには無理だな。フェザー級の速さ。実際早いっすね、やっぱり。パンチで仕留めようっていう感じじゃないんですよね、ドレさん。やっぱり総合家なんで、散らしてきて、うざいパンチを打ってきますね。うん、確かに。効くパンチじゃなくて、うん、はい。そっからねじ込んでくるんだ。そうです、そうです、大技を。早い人って、ガードしてる上から攻撃してくるんで危ないですよ、はい。あ、やってきますね。上からボン、ボンっつって。はい。でもなんか直拓さんが話してたんですけど、うん、なんかテルチャンピン多分戦わないで逃げ回ってずっと挑発してきますよって言われたんですよ。いや、もうだから、はい、構えてずっと攻撃してくるの待って、はい、思いっきりバッチバッチローキックやってればいいんじゃないですかね。ですよね、もう、うん、やりづれえなと思って。あんまり疲れるようなことをやるんであればゆっくり、はい、コーナーに追い込んでいって追い込んでいって、はい、うん、でも足壊してって感じですよね、序盤で。うん、でも、もう、チャンピンにはそれしかないって言ってて、練習しなくて、配信盛り上げようって言うんだったら、挑発して、殴ってこいよとか言って、ぴょこぴょこ逃げ回る絵しか見えないって言われて。いや、間違いなくそれはやってくると思うな。ですよね。でも、あれ、結構気持ちは座ってるんで。そうっすね。根性はありますね。喧嘩慣れもしてるし。強いかどうかわかんないですけどね。そうっすね。シュペンさんいらっしゃい。どうも。ラジオだったら配信しても大丈夫。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。